はい、12月4日の今4時を回っております。植物園のバラ園、今すごく秋バラ、ちょっと時期的にはもうかなり、遅い時期まで今見頃なんですけども、それとは別に今剪定をしております。つるバラの剪定を今担当の船木くんが、やっております。この作業は12月中、まあこういう作業をして、まあそれからつるの、まあ、誘引、など、行う予定であります。はい、今12月に入っていますけども、まだまだ秋バラの見頃がですね、大変続いておりますので、ちょっとご紹介をしたいと思います。例年でしたら、秋バラの見頃なんですけども、だいたい10月の、下旬頃から、見頃が始まるんですけども、今年は12月に入ってもこのような形ですごく綺麗な、秋バラが、咲いております。で今年なんですけども、10月に入っても、30度を超すような、暑い日が続きましたので、バラの開花が基本的にはすごく後ろ倒しになっているような、印象が、ございます。まあ、なので、大体もう11月の下旬頃には例年でしたら、秋のバラも楽しめなくなるんですけども、今年はちょっとそういった特例、異例なことがありまして、12月に入ってもすごくこう形が整ってですね、香りのいい、すごくあの秋バラらしいバラが、楽しめるようになっております。だいたい霜が降りるとですね、花が傷んでくるので、12月のまあ中旬ぐらいまでは、楽しめるかなとは思っておるんですけども、ぜひぜひまだまだ秋のバラ綺麗ですので、ぜひご覧ください。